こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンセラーアカウント登録マニュアル。いよいよ始まったオーストラリアアマゾンの、まあ、マーケットプレイス FBA で、まあ、何を売るか。まあ、出品そのものはね、えー、高く出てるものとかありますけど、その中でね、えー、何が、えー、安全に売れるか、まあ、どんな商品なら儲けやすいか、まあ、それについてはね、えー、結構コツ、 え、オーストラリアに何があって何がないとか、まあ、どんなもんなら無駄遣いする人が買うとか、いうね、えー、ま、調査と、まあ、実践が必要です。で、オーストラリアにはね、まあ、一応先進国なんで一通りの商品はあります。まあ、しかし、品質が低い割には高い商品が多いです。それと市場が小さいので、気の利いた商品や高品質な商品はないです。まあ、オーストラリアには復旧品はある。 ま、しかし品質は低いと。まあ、そんなところが、まあ、オーストラリアの市場の、まあ、えー、実情なんですけど、そうなると、以下の3条件のね、いずれかに当てはまる商品が狙い目です。1番、品質の高い商品なら高くても売れる。2番、気の利いた商品なら高くても売れる。3番、高級品や高機能な商品なら高くても売れると。えー、まあ、こう言ってもね、えー、なるほど分かったと。 ま、すぐ買える人って、ね、やっぱ少数派なんで、ま、はじめは、まあ、試行錯誤しながらね、えー、売れる商品を見つけてきます。まあ、ただ、ね、いつまでも売れないと嫌になっちゃいますし、えー、そもそもね、送っちゃまずいものとか売っちゃ、えー、トラブルが多いものなんかを売ると、まあ、儲けるどころかね、えー、損とかアマゾン退場ということになりますんでね、まあ、この商品選びの方を、えー、天場アカデミーでは、えー、力を入れてサポートをしています。 アマゾンね、えー、今のところ FBA の品質、配送品質もいいですし、まあそれより何よりね、やっぱアマゾンっていうのは、えー、アマゾンじゃないや、オーストラリアっていうのはね、えー、まともなネットショップ、ねえー、強いライバルがいないんで、まあ、しっかり商品さえ探せばね、えー、すごいチャンスがあります。でこちらね、えー、オーストラリアアマゾンの、まあえー、登録の仕方とか、えー、マニュアル、 えー、ここ書いてありますけど、まあ、これ見てね、えー、パッと分かってできて、まあ、自分で実践してね、えー、どんどん商品売って、えー、稼ぐ商品見つけられる人は、まあいいんですけど、まあ、多分そういう人はね、えー、ごく少数派だと思いますんで、まあオーストラリア,アマゾンで、えー、何から始めたらいいんだか分かんないとか、まあ、こんな時どうすればいいんだか分かんないとかね、あるいは、えー、どんな商品を売ればいいんだか分かんない。 まあそういった場合はね、テンバーアカデミーの Amazon 輸出サポートを、えー、使っていただければいいかなというふうに思います。まあまずはこちらのね、えー、一番下にサポートの内容、あるいはね、えー、ダイソーなんかで高く売れてる商品の、えー、実例なんかを載せた、えー、Amazon 輸出サポート申し込みページがありますので、こちらをリンクしてね、えー、まずはご覧になってみてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。